はい、松本清張の作品の紹介です、チャンネル登録もよろしくお願いします。で、今回は状況曲線という作品について話をしたいと思います。これは長編小説なんですけども、全集には入っていません。で、新潮文庫でこの上下になっているわけなんですね。で、かなり、両方合わせた分厚い本になっています。で、ドラマはですね、村上弘明が出ていました。それと財津一郎も出ていましたね。で、最初の方はその財津一郎が演じた味岡という人物が中心になって展開していきます。で、長編小説ですので、まあ、途中まで話をしたいと思います。で、まず東京のですね、有楽町にある喫茶店デイトというところに3人の男が集まるところから物語が始まります。日没建設の味岡、大東組建設の成瀬、共栄建設の中原であります。3人とも建設会社の役員だったんですね。この小説は、建設業界の談合を中心とした話になります。で、彼らは丸の内の新報ビルの4階にある東名経済研究所へ行こうとしているんですね。で、そこの研究所の所長は古瀬同盟という名前の男で、彼は官僚に顔の利く影の大物で、談合の仲介役のようなことをしていました。また談合組織の南園会というのも作っていまして、そこに入らないと便宜を図ってもらえないというようなことなんですね。で、この3人は古瀬の秘書である澤田美代子から連絡を受けて、その案内でそのビルに行くんですね。で、ついに古瀬に会うことができました。で、この日の会合では古瀬から観光道路建設について大蔵省から金が降りたと、大蔵省は金を出すことに決まったという連絡を受けるんですね。で、その情報だけの会合なんですけども、それでもまあいい話だったので、それを聞いて、まあ、みんな帰っていくわけなんですね。で、この会合の後、味岡がですね、引き返して新報ビルに戻っていくんですね。で、その用事というのは、澤田美代子に会って南園会に高等建設の末吉が入りたがっているということを伝えるためだったんですね。で、澤田に行ってですね、まあその親分の小瀬に便宜を図ってもらおうと、そういう話をしに行こうと思っていたわけなんですね。で、ここから事件が始まっていきます。で、小瀬の事務所をもう一度行くんですけども、もう事務所には誰もいないんですね。で、机の上になんか紙袋みたいなのがありまして、それを見ると花束が入っているんですね。で、多分成瀬という男が抜け駆けで、澤田美代子に、ガーベラの花を送ったような感じだったんですね。それを見ているうちに、触っているうちに、ガーベラの花びらが自分のズボンの折り目に入っていくんですね。まあ、それを気づかずに、いたんですけども、まあ、そのままいても仕方がないので、また帰っていくわけなんですね。で、その後ニュースを聞いた時にですね、この新報ビルの屋上で死体が発見されたということなんですね。それでちょっとした騒ぎになっているんですね。で、味岡はそのビルをうろうろしていましたので、目撃もされているわけなんです。で、新聞に死体発見の日に不審な男がいたというようなことも書かれてしまうわけなんですね。で、その殺人事件の被害者というのは柳原康介という金融ブローカーなんですね。で、与党の高尾という人物の後援会の代表だったわけなんです。で、この人物も小瀬と関わっていたということが後でわかります。さらにその死体の近くにガーベラの花が落ちていたんですね。そのために味岡は自分が警察から疑われていると思い込み、ノイローゼのようになっていきます。で、その後仮の温泉というところに行って、そこの金屋という芸者と仲良くなります。その後京都で、小瀬らとゴルフをするんですね。その時に、殺された男のそばにガーベラの花が落ちていたということを聞くわけなんですね。で、自分のズボンの折り目のところにガーベラの花が入っているということがそこでまた分かってですね、だんだんと心配になってくるわけなんですね。で、京都の軽ホテルに泊まっていると金屋から連絡があって、出町柳の駅で待っていると
一緒にどこかに行きましょうという、そういうお誘いの電話があったわけなんですね。で、そこまで行くわけなんですね、タクシーに乗って。すると金谷はいなかったんですね。で、おかしいなと思って K ホテルに電話をして、何か自分にいいことづてがないかとフロントに聞いたわけなんです。すると金谷さんという人から連絡があって、鞍馬のもみじ荘に来てくれということなんですね。そうして、仕方がないので、またタクシーに乗って、鞍馬まで行くわけなんですね。そうしてもみじ荘に入って、言われた部屋に入っていくわけなんですね。すると誰もいなくて、風呂場から湯が出ているのを見つけたんですね。そうして靴下を脱いで、中に入って湯を止めたんですね。それから戻ってきて、ベッドの方に行くと誰かが横たわっていて、そのシーツをちょっとめくったら女の死体があったわけなんですね。それは金谷ではなくて沢田美代子が殺されて、そのベッドに横たわっていたわけなんです。で、味岡は慌ててその場を去っていきました。で、その時に靴下を脱いだまま忘れてしまったんですね。それ以後警察から疑われるのを恐れながらずっと行動していきます。で、その後金谷に電話をして確かめるんですね。すると一度も味岡に連絡などしていないということなんですね。で、その頃から味岡は罠にはめられているということに気がつき始めました。彼は会社の部下の大石というものを読んで相談することにしました。大石を浜松の旅館で待っていて会うわけなんですね。ですがだんだんと味岡はノイローゼ状態になって変な行動を取るようになっていきます。それを大石が世話をしていろいろ面倒を見ていたわけなんですけども、ついに味岡自身が死体となってダムで発見されるということになります。ここまでが小説の大体前半部分ですね。ここからは矢田部刑事というのが出てきまして、今度はこの矢田部刑事が中心になって事件を解決していくという小説になっていきます。で、今まで殺されたのは柳原光介、沢田美代子、そして味岡ですね。味岡はどのようにして罠にはめられていったのか、そのことが後半で分かるようになってきます。そうして最後に事件の全容が全部ずらっと詳しく書かれています。ガーベラの花の謎とか、沢田美代子の死体を運んだユニークな方法とか、かなり手の込んだ計画がなされていたことが分かります。まあ、その背景にはこの建設業界の談合、政治家との癒着とか、そういう問題がいろいろはらんでいるわけなんですね。ドラマも見ましたけども、まあ、なかなか面白かったんですけども、原作も読んでいて非常に面白いですので、ぜひ読んでみていただきたいと思います。ではまた別の作品でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。